バネばかりバネばかりとは、フックの法則を利用して引っ張る力を測定する器具。一般的には、物体の重量の測定に用いられる。東日本では、バネばかり西日本では、バネは仮ということが多い。バネには一定の範囲内で重量に比例して、伸び縮みする性質がある。バネばかりには、物体をぶら下げた時のバネの伸びを利用するものと、 物体を乗せた時のバネの縮みを利用する上皿型のものがある。バネばかりはあまり精度を要求されないような場面では広く用いられてきた。電源が不要で簡便に重量を測ることができる利点がある。ただし、バネの性質上、測定範囲が限られ、重量は測定できても質量を測定することができないなどの弱点がある。バネばかりの示す重さは、 天秤ばかりで測る重さとは違い、測定する場所の重力場に左右される。地球の表面上では、地球の時点の影響で緯度により、重力の大きさが変わるので、販売される地域によって表示が調整されている場合もある。なお、力学実験に用いられることもありニュートンメモリが、併記されているものもある。イギリスで、最初のバネばかりは1770年頃に、 ウエストブロムウィッチのリチャード・サルターによって制作された。彼は、いとこのジョンとジョージと共に、ジョージ・サルータ社を作り、1838年に、バネばかりの特許を取得した。現在でも広く知られる会社である。彼らはまた、バネばかりの原理を、蒸気機関車の安全弁に応用し、自重を支える弁の改良を行った。ありがとうございます。